大変なのは水揚げでしょう。なんといっても水揚げです。朝が早いんで、だいたい皆さん沖に行くのが12時半だとか1時だとか海に出港していくので、それが毎日だとやっぱり疲れも溜まってきて大変ですね。丸くイカだから株で上がってくるんですけども、途中でこう海に落っこったりするんですよね、追われて、それを注意したり、ロープとロープの間を狭くすると潮通しが悪い。今度あんまり広くしても今度広すぎてうまくないんですよ。でホヤってどうしても大きく育つのに競争するんですね。昔からのこう積み重ねで、どのような方法が一番適しているかということを我々はその昔の人から教えられて今に至っているわけなんですよ。ホヤは宮城にとって、夏を代表する唯一の食材。宮城の三陸沖の豊かな海で、育って丸々とした大きなホヤが育ちます。生産量はですね、日本のですね国内の7、8割を占めて生産しています。ホヤのね一番の特徴はね、他の食材ではちょっと味わえない美味しさがあるんですよね。それもね5つもあるんですよ。甘み、塩味、それと酸味で苦味、最後にこの旨味つやつがあるんですよね。日本酒との相性はね、ホヤはとてもいいんですよ。飲みながらホヤを食べると日本酒の味も変わるし、ホヤの味も変わる、そんな不思議なやっぱホヤなんですよね。宮城を代表する夏の味覚、ホヤをですねぜひ皆さん食べてください。